ラキシカンラク語に強制移住させられる家族。ニネベの宮殿の南西の壁のレリーフ。大英博物館所蔵。ユダヤ人のアッシリア保守のイソー図アッシュール団2世に始まる新アッシリアは、その領土内で強制移住と呼ばれる政策を実施した。強制移住の大部分は帝国を強化するために政府による慎重な計画のもとに行われた。 例えば農業技術を広めたり、新しい土地を開発したりするための移住がある。あるいは、政治的敵対者への罰として、死刑執行の代わりに行われた可能性がある。他には、征服された土地から選ばれたエリート層をアッシリアに移すことで、帝国の中心部に知識を蓄積して豊かにするためにも行われた。1979年のバスタネー・オデドによる推定では、 250年間で約440万人が移住させられたとしている。よく知られた例としては、紀元前8世紀後半のイスラエルからの強制移住は聖書に記述されており、アッシリア保守として知られるようになった。強制移住を最初に言ったのがアッシリアなのかは不明である。ただ、アッシリアのように肥沃な三日月地帯を支配した勢力はそれ以前に存在しないので、 大規模に実施したのは彼らが初めてかもしれない。アッシリアは、紀元前13世紀には反乱への処罰として、大量補修を使い始めていた。紀元前9世紀から、アッシリアは何千人もの反乱の源となる、人々を他の土地に定期的に移送する手法を確立した。彼らがアッシリア本国に移されずに、 再び反乱を起こした場合、帝国の支配基盤を弱体化させただろう。強制移住の結果、適正集団は排除され、他の場所に定着した。以下は、アッシリア王によって行われた強制移住の一部のリストである。ティグラトピレセル3世は大規模な強制移住を組織化し、数万人、数十万人を移送させた。移送は、 現地のアッシリア領土化を完全なものとする手法の一つだった。補修とその後の強制移住は、征服地の人々に対する支配を維持するため、政治的な手段として使用された。帝国の政治的統一を強化したり、反乱の可能性を抑えたりするため、大規模な人口グループが帝国内の様々な地域間で体系的に移送された。帝国の統治者は政治的、 経済的、文化的な事項を考慮して人口移動を計画した。例えば新しい土地を開発したり、他の州で農業技術を導入したり、包囲戦と征服の間に破壊された都市を再建したり、アッシリアの中心部にある既存の都市を発展させるためなどの可能性がある。この州の計画された強制移住は紀元前9世紀に始まって、 紀元前8世紀後半には広まり、さらに次の世紀にまで続いた。強制移住は政治的敵対者への罰としても行われる可能性がある。例えば紀元前720年にサルゴン2世は帝国の中心部から新たに征服された都市、ハマトへと権力闘争に敗れた6300人のアッシリア人を移住させた。 王は敵を処刑する代わりに強制移住を命じることで慈悲を示し、政治的脅威が帝国の中心から取り除かれる上に、戦争で荒廃した都市の再建を促進できる利点があった。アッシリアは、また、新しく征服された領土からその中心部に人々を移した。通常、その土地のエリート層を慎重なプロセスで選択した。このグループには、職人、学者、 文化的指導者層など高度なスキルを持つ人々が含まれており、彼らを帝国の中心部に移住させることで知識と富がもたらされた。帝国の首都であるニネベ、カルフ、アシュールの人口は帝国全体から集められた人々で膨れ上がり、これらの人々は有名なアッシュールバニパルの図書館を含むアッシリアの永続的な記念物の建設に貢献した。アッシリア国家は 可能な限り効率的な移動を計画、監督した。移住者が無傷で到着し、仕事につき、新しい環境に定着する準備ができていることを意図していた。現存するアッシリア美術の中には、駅竹に引かせた家財道具を伴って家族で移動している移住者を描いたものもあれば、拘束されたり縛られたり、頬や鼻に引っ掛けられた針で引っ張られて更新している。 補修者を描いたものもある。移住に必要な物資を運ぶために、騎乗動物だけでなく船や、その他の手段も使われた。これには、国の役人が直接関与した。例えば、ある役人からティグラとピレセル3世への手紙には、役人が、食料、衣服、水袋、靴、油を提供して、移住者の一行を送り出すためのロバが使えるように、 なるるのをを待ってていいたことを報告している1979年にバスタネオデドが行った推計では250年間で440万人プラスマイナス90万人が強制移住されたと推定されているそれらの85%がアッシリアの中心部への移住だった現存文書では強制移住者の社会的及び法的地位について 直接記述されていないが、歴史家は、特に、アッシリアの中心部にいるヒアッシリア系の名前を持つ、人々に言及している文書から、それを間接的に推測しようとした。おそらくそのような人々の多くは強制移住者だった。移住者の扱いはケースごとに異なり、一般化するのは難しい。訓練を受けていない人々は奴隷にされて、大規模な建築プロジェクトに従事し、 様々な専門職で働いていた人々は経験してきた職種で働くように配置された。農業従事者は帝国内の他の人々と同じような地位で働く土地を割り当てられた。職人、学者、商人など高度技能職にも大勢が従事していた。最も教育を受け訓練されたものは王宮に配置された。アッシリア人としてのアイデンティティと神々に従う意志のある人々は アッシリア軍に加わることができた。国家は新しいアッシリア人のアイデンティティを広めて以前の民族的及び宗教的アイデンティティをなくそうとして強制移住者と先住民の根血を奨励した。新アッシリア帝国によって征服されたイスラエル人の強制移住はアッシリア保守として旧約聖書で言及されている。最初のものは 紀元前734年に発生し、列王期の王家15時29分に記されている。アッシリアのティグラトピレセル3世は、イスラエルのペカオを含む同盟軍を破って、パレスチナ北部を占領し、その後、多数のイスラエル人に対しアッシリア本土への移住を命じた。2回目の強制移住は、紀元前722年に始まるもので、 列王記の王家18時11分 -12 に記されている。ペカの後継者であるホセア王は紀元前724年にアッシリアに反抗した。シャルマネセル5世はサマリアを包囲し、最終的に紀元前722年にシャルマネセルの後継者サルゴ2世が占領した。サマリアの陥落後27,280人は帝国中の様々な場所、 主に、アッシリアの中心部のグザナ、及び、帝国東部のメディアの諸都市に強制移住させられた。メディアの都市は、サマリアの陥落から6年後の紀元前716年に、アッシリアによって征服されたので、移送が実施されるまで計画に何年もかかったことを、示唆している。同時に、帝国の他の地域からの人々がサマリアに送り込まれた。ありがとうございます。